それ俺に聞いちゃう。北のロッキーが答えてやるってことで、このシリーズよくここまで続いたね。俺もう 2,3 回で飽きると思ったわ。はい、ということで皆さんまた今回も質問いっぱいありがとうございます。またじゃあ、回答して答えていきたいと思います。ゆらみちゃんありがとうございます。なんでこんなに釣れないんですか僕。一つ言っていいですかね。知らんがな。海の神様に祈ってください。そして神エホバにも忘れなく。はい、ありがとうございます。メガテンさん、質問ありがとうございます。チャンネル登録者3000人突破おめでとうございます。質問ですが、ロッキーさんは自炊しますか？ローリング納豆以外で得意料理がありましたら教えてくださいっていうことで、ありがとうございます。ローリング納豆別に料理でも何でもないですけどね、あれね。なんだろう、得意なんだろう。メガネ変だと思ってるでしょ。取るよ。はい、これオレオレちゃんにも、ロッキーちゃんこのメガネはねえわって言われた。取るよ。はい、得意料理はね、まあまずチンジャオロース、麻婆豆腐、唐揚げだね。中華か、完全に中華だね。はい、でしかもこれをクックドゥとかそういったのを使わないで一から作るっていう、これはね一人暮らしの時にねドハマりしてねやってました。いまだにね手書きのレシピがあるんで、じゃあ今度ね、なんか札幌人の日常かなんかで、ね、その中でなんかやりたいと思います。メガテンさんありがとうございます。じゃあ続きまして、トシフナさんありがとうございます。はい、知床で釣りをしていたら振り返ると70メートル先にヒグマがいて、じーっとこっちを見ていました。てんてんてん、どうするってことかな。釣りをしてる、鮭入れ食いだね、もう落ちパクだとね、落ちパクです。聞こえてきた。振り返ったらヒグマドンがいるよ。これってヒグマドンがね、ワールドイズマインクラスのヒグマドンがいると、70メートル先にねいると。どうするべ俺。いや俺磯とかね歩く釣りをしているとはいえ、俺さ鈴もつけてなければクマスプレーもつけてないんだよな。どうすっかな。財布の中にあるありったけの金をあげますクマにで許してもらいます。でも多分20円ぐらいしかないから多分食い殺されます。はい、年下さんありがとうございます。はい、ペロちゃん、はい、質問ありがとうございます。飯作りみたい、またやってということで、多分なんか俺が飯作ってる様子を見てなんか喜んでんのかな。そのクッキング料理動画は出さないけど、まあ日常の中でなんか魚さばいてるとか、今なんか出てるでしょ、なんか昨日だか2日前だか出てるから、まあああいうノリで、まあさっきのねメガテンさんの質問に答えたあれじゃないけど、なんかそんな感じでチラチラっとまあなんか動画内で料理できればなって思います。はい、ありがとうございます。マネさんありがとうございます。初期の動画で出てきたクリスマスイブに毎年飾る置物はまだありますかとのことですけれども、多分っていうかあるんですよ。この辺に映します。ハイドン、これですよね。やばいやつ。はい、これがなぜうちにあるのかっていうと、でまたこれの、まあ、出所というか、母ちゃんが、今を去ること43年前か、兄貴が生まれた時に買ったものらしい。はい、っていうことです。はい、まだあります。あれがないと松岡家は成立しません。それぐらい大切なものです。ありがとうございます。マリさん、はい、バッテリー大丈夫かな。はい、じゃあ
梅ぶっころがし、おばんでございます。ありがとうございます。風呂場の、壁面カビキラー配信はまだかね。体調治ってからかな。多分カビキラーの匂いでまた多分体調悪くなるんで、気長に待っててください。はい。梅ぶっころがしありがとうございます。次ですね。モナカちゃんありがとうございます。ロッキーさんは今選ぶとしたら、焼肉食べ放題、お寿司食べ放題、中華食べ放題、どれですか？これなかなかね、なかなかいい質問だよ君。ね、まあまあボケて全部って言いたいけど、まあここはちょっと真面目にその3択。焼肉、寿司、中華。俺寿司だなやっぱり。寿司食いたい俺。なんで皆さん俺まだね、41歳になりたてよ。まだ誕生日祝ってくれるのにまだ若干の余裕があるから。ねえ、ロッキーちょっと寿司行くべとか、寿司買ってきたハイドンみたいな。玄関に置いてくぞハイドン。もう大歓迎なんで。今月は、6月は寿司月間にしますから。はい、よく覚えておいてください。はい、モナカちゃんありがとうございます。エルカちゃんありがとうございます。小さい頃の将来の夢って覚えてますかって、それは覚えてますよ。なんかの動画でも言いましたけど、まず一番最初の明確な夢っていうのが、これガチなんだけど、札幌サーフに入りたかった。小学校4年生ぐらいに札幌、俺は札幌サーフに入るぞ。まだツーリング北海道がまだブイブイね、北海道って人気あった時代なんだけど、でそれ見て、で捧げとしょうってこのじいさん面白いなと思って、でそれで、そしたらなんかね、これ札幌サーフの人だって分かって、いや札幌サーフ絶対俺入ろうって、でそれで思ったのが最初かな、一番最初ね。まあその後はなんかゲーム作る人とか天文学者とかいっぱいあったけど、まあ今はね、北のロッキーっていう最大の夢を果たしたからね、親父の意志を継いでね、北野ロッキーっていう名前を継承すると。ただもうちょっと北野ロッキー疲れてきてるんで、3代目の釣りバカ剛にもうそろそろ譲るのも時間の問題かな。はい、そんな弱気言ってんじゃねえ。はい、すいません、ありがとうございます。八幡郎熊太郎さんありがとうございます。あなたほど魚が釣れたら大喜びする人を見たことがないです。たとえ手のひらがれでも。いやいや、大きなお世話だこの野郎。はい、続きますね。それは釣れた魚も喜ぶわと。ああ、そこは感謝ですね。はい。ここで質問です。ここからか。こしあんとつぶあん、どっちが好きですか？知らねえ、あんなの。知らんわ、そんなの。はい。ありがとうございます。はい。で、さらにですね、なんと私、質問を、第1回目の時に質問ってないわけじゃん、第1回目って。でレインロニーさんとかいろんな人に質問を募集したんだよ俺。質問なんかないですかって言ったら、俺が一向にそれ質問してないとっていうクレームが来まして、今日お答えします。レインロニーさんありがとうございます。また質問が多いなおい。1、釣り場以外でこれまで行った一番良いところを道外、道内それぞれ教えてください。ですね、まず、道内で一番いいなと思ったところは、そうだな、どこだろう、どこだ、どこだろう。まあ、やっぱシャコタン岬かな。シャコタン岬ですね。まああとスタミナ太郎太平店。はい。で、道外はもう沖縄マジで良かった。4泊5日したけど、本当にね、もう住みてえと思った本当に。ただちょっとまあ賛否両論起きると思いますけど。食べ物はちょっと後半飽きちゃって、普通に大阪が
あの本社の焼肉チェーン店で生まれ食ってました。はい。はい、2、誰とでもバンドを組めるなら自分のパートとメンバーを教えてください。過去の個人でもか。まず俺がまず、まあおば、俺はもうベースしか弾けないからベースよ。ベースで、俺がベースで、それで、まずドラマーが、エマーソン・レイク&パーマーのカール・パーマーで、ギターがリッチーはな、うるさそうだから、俺も立てつきそうだからな、あの野郎な。リッチーダメだね。で、いや、ちょっと待ってよ。マイケル・シェンカー雇っても、なんか、失踪しそうだからな。あ、ラリー・カルトン。はい、ラリー・カルトンね。ギターがラリー・カルトンで。で、それで、ボーカル。ボーカルがね、まあ、これはもう、ボーカルはもう一択ですよ。ね、あの、オールドさんですよ。オールドさん。砂漠はあるけど、オールドさん。しかいねえよ。これで俺はバンドを組みますと。ズバリ、バンド名。無事故無違反。はい。これで俺バンド組みます。はい。ですね。三つ目。好きな果物は何ですかと。果物、バナナ。はい。四つ目。嫌いな果物は何ですか。嫌いな果物。嫌いな果物ってないよ。ないです。はい。五つ目の質問で。質問がいくつ集まったか数えてくださいと。どうだっていいです。はい。ということでありがとうございます。はい。皆さんも毎回言ってますけれども、この動画のコメント欄に、私への質問、疑問、ロッキーこんなことやってくれよとか、もしこんなことあったらロッキーどうするとか、ね、なんかそんな、何でもいいんで書いてもらえれば、俺何でもお答えするんで、ぜひともまた次につなげたいと思います。というわけで、北のロッキーが答えてやるでございました。したっけ？北のロッキーチャンネル。